立役や女形など広いレパートリーを持ち、2022年現在 NHK ドラマ鎌倉殿の13人に出演している人気歌舞伎役者といえば市川猿之助さんですよね。歌舞伎界において異端児と称される市川さんだけあって、その活躍ぶりは歌舞伎だけにとどまりません。今回は市川猿之助さんのプロフィールや学歴、年収などについて紹介します。4代目市川猿之助さんの本名は木野志孝彦さんで、1975年11月26日、澤瀉屋の歌舞伎役者である4代目市川段四郎の長男として産声を上げました。木野志さんは小さい頃から叔父にあたる3代目市川猿之助に憧れており、3代目が義経千本桜で舞台上を舞う宙乗りを見るたびに、僕もああなりたいと周囲に話していたといいます。1980年、4歳を迎えた木野志さんは、7月歌舞伎座義経千本桜の安徳帝として初お目見えを果たし、3年後には2代目市川亀次郎を襲名します。2003年に猿之助一門を離れた木野志孝彦さんこと市川亀次郎さんは、2007年に NHK 大河ドラマ風林火山でドラマデビューしたのをきっかけに、ドラマや映画でも活躍するようになります。2009年に仁、2010年の龍馬伝、2013年の信長のシェフなど、いわゆる話題作のドラマでも活躍し、映画でも2008年の蛇にピアスを皮切りに、同年のザ・マジック・アワー、2014年と2016年には超高速参勤交代シリーズにも出演しています。澤瀉屋を出て歌舞伎界の異端児と呼ばれていた市川亀次郎さんでしたが、2012年に市川猿之助を継ぐことになります。歌舞伎家系図によると、澤瀉屋の歴史は浅いものの、市川猿之助、市川段四郎の2枚看板を持っています。叔父にあたる三代目より市川猿之助の名を継いだ四代目は、父四代目市川段四郎の名を継ぐというのが本来の流れですね。三代目市川猿之助さんには二度の結婚歴がありますが、長男である香川照之さんは子供の頃から澤瀉屋から離れた暮らしをしていたため、歌舞伎界の異端児とされながらも多大な功績を残し続けた二代目市川亀次郎さんが三代目の名を受け継ぎ、四代目市川猿之助を襲名することになったのです。次に市川猿之助さんの学歴について紹介します。市川さんの出身大学は慶応義塾大学文学部国文学科です。澤瀉屋は高学歴の歌舞伎役者が多く、市川さんが高校時代に通っていた行政高校も中高一貫、偏差値およそ70のエリート校です。中村吉右衛門さん、市川染五郎さん、そしていとこにあたる香川照之さんも通っていました。市川さんは高校時代も好成績で卒業まで過ごしており、難関大学へ進む卒業生も多数いる中、常に学年10位以内の成績をキープしていたといいます。慶応大学に入学した理由が気になりますが、市川さん曰く、身内に慶応出身者が多いのと、自宅から大学までが近いから、とのこと。大学時代は歌舞伎の稽古や公演の合間にキャンパスライフに勤しみ、時には友人と徹夜で麻雀を楽しんで、そのまま大学に向かうこともあったそうです。常に A 評価を目指し、優秀とも言える成績で慶応大学を卒業したのにもかかわらず、市川さん本人は大学時代の勉強が足りなかったと吐露しており、自分にひたすら厳しい一面も覗かせています。
市川猿之助さんの女性関係についてですが、これまでに熱愛報道もなく、40歳を過ぎた現在も独身です。世襲を重視する歌舞伎の世界においては非常に珍しいことですが、市川さんは結婚して家庭を持つようになると精神的な逃げ道ができてしまうと述べており、結婚願望はないと断言しています。かつて6年にわたってストーカー被害に遭っていた経験があるため、結婚そのものに対して否定的なのではという声もありますね。また、女形を演じていた経験や、福山雅治さんのファンと公言したことにより、様々な憶測が飛び交いましたが、市川さんが独身である理由としては、気難しい性格が大きく関係していると考えるのが妥当でしょう。市川さんは芸に対して周りが心配するほどにストイックな面があります。自宅には部屋を埋め尽くすほど大量の本があり、ひたすら読書に励む努力家だそうです。こだわりが強すぎて辛辣な意見を言うこともあり、金銭感覚も常人の域を超えています。芸能界の変わり者としておなじみの三谷幸喜さんでさえ、市川さんは相当変わった人物だというほどなので、結婚の二文字は市川さんには当てはまらないように見受けられます。ここで市川猿之助さんの年収について詳しく見ていきましょう。まず歌舞伎役者は、職業上自由業に分類されます。つまり企業に雇われる形ではないということですね。そのため出演料は1回につき〇〇円という形態で支給されているようです。売れっ子の市川海老蔵さん、松本幸四郎さんレベルの歌舞伎役者にもなると、年収にしておよそ1億円を超えるといいます。市川海老蔵さんの場合、多い時で月収およそ2000万円、年間でおよそ2億円稼いでいたこともあるそうです。市川猿之助さんはというと、坂東玉三郎さん、市川團十郎さん、中村勘三郎さんと肩を並べる歌舞伎役者として活躍しており、年収4000から9000万円ほどは稼いでいるようです。もちろん、テレビなどのメディアに出演する機会があれば、その分ギャラは増えるので、億超えも決して難しくはありません。ギャラといえば、市川さんは、以前、あのユニクロとコラボ企画を行ったことがあります。ユニクロは、これまでにも様々なアーティストとコラボ企画をやっていますが、この時は、松竹歌舞伎とコラボしています。市川さんはプロジェクトのアンバサダーとして積極的に商品作りに参加し、日本に古くから伝わる文化の歌舞伎とユニクロ UT クリエイティブディレクターの2号さんがタッグを組み、デザインから素材選びまで担当。2015年にパリからスタートして、日本全国のユニクロ及びオンラインストアにて個性的な衣服が販売されました。この頃の市川さんの年収は相当なものだったのではないでしょうか。また、市川猿之助さんといえば、スーパー歌舞伎のイメージが強いですが、2015年にスーパー歌舞伎2ワンピースの公演があり、話題になりました。市川さんが演出を担当し、三役を演じるというユニークな試みで、彼はスーパー歌舞伎について、あの夢の国ディズニーランドであると例えています。ちなみに市川さんご本人は、ワンピースについてはほとんど知識がなく、原作一巻の10ページ程度しか読んでいないと明かしたことで、原作ファンからは猛抗議されていますが、歌舞伎通には予想以上に好評でした。4代目の襲名にあたり、歌舞伎界に新風を巻き起こすと決意した市川さんにとって、三代目が手掛け、
今に受け継がれるスーパー歌舞伎をさらに後押しする意味においても、ワンピースへの入れ込み用は相当なもので、その情熱は多くの人の心を動かしたようです。三代目に憧れたきっかけとなり、義経千本桜において自らを代表する演目となった篠切りについても順調で、2016年の博多座公演初日で宙乗りの回数は800回を超えています。三代目の持つ5000回にはまだまだ遠く及びませんが、市川さんは芸とは超えるものではない、厚みを増していくものだと熱意を覗かせています。斬新で様々な試みが詰まったスーパー歌舞伎は、異端などではなく代々にわたり積み重ねてきた歌舞伎の新しい形と言えるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。